久保選手のことを久保さんと呼んでおられますが、本田選手が日本代表に選ばれても久保さん呼びですか、それとも竹に変わりますか。うん、いい、面白いね、いい質問。どうやろう、変わるかもしれないし変わらないかもしれない。うん、実現しないんでなかなか難しいかなと思うんですけど、うん、でも別に多分今の感じだと久保さんだけじゃなくてみんな多分そういうさん付けになると思うんで、うん、堂安さんとかね、中山さんとか、だからまあそういう感じですよね。はい。Please follow it. Follow it.